どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、イグサカ、始めていきたいと思います。今回は、思い出の大会を振り返ろうの第2弾といたしまして、はい、98年フランスワールドカップを振り返っております。その後半戦をやっていきたいと思います。えー、ちょっと期間が空いてしまって申し訳ないんですが、えー、前回グループリーグを振り返りまして、今回から決勝トーナメントの様子を振り返っていきたいと思います。えー、決勝トーナメント、こちらですね。ダダンと。 えー、極めて汚い感じのちょっとトーナメント表になって申し訳ないんですが、えー、このトーナメント表を見ながら振り返っていきたいと思います、えー、まずはこちらですねブラジル対チリ、えー、南米同士の対戦になってこの試合なんですが何、えー、といってもブラジルはですねやっぱロナウド、えー、というね 超エーースストライカーがいまして、えー、そのロナウド、まあ、ロナウドのサッカー人生を語るとですねその後に大けがを何度もしてしまうんですが、えー、この時はその大けがの前でもありますしもう本当に手がつけられないといったような状態でしてまさに世界ナンバーワンのプレーヤーナンバーワンのストライカーという状態だったのでこの試合もロナウドが2ゴールを決めまして、えー、4対1でブラジルが勝利ということになりましたちょっとね名試合がたくさんあるのでじゃんじゃん行っていきたいと思うんですけど続いてナイジェリア対デンマーク えー、ナイジェリアもね、えー、この大会では旋風を巻き起こしてましたし、ベスト8、もっとそれ以上行くんじゃないかという期待もあったんですが、えー、ここはデンマーク。デンマークはですね、ラウドルップ兄弟、えー、ミカエル・ラウドルップ、えー、ブライアン・ラウドルップのラウドルップ兄弟の活躍もありまして、デンマークが勝利となりました。えー、デンマークが、えー、この大会では結構台風の目的な活躍をしておりますね。続きまして、オランダ対、 ユーゴスラビア、えー、ここもちょっとね、名試合になったんですが、えー、ユーゴスラビアですね、日本でも同じのストイコビッチ、ピクシーがですね、10番,10番を背負って、この試合も出てですね、アシストを決めたりもしてたんですが、まあ、ベテランになってきてるということもあり、後半途中に退きます、えー。そしてですね、1対1で迎えたロスタイム、まあ、当時ロスタイムですね、に、えー、そのストイコビッチをマークしていたダービッツにミドルシュートを決められてですね、ユーゴスラビアはここで敗退してしまうという結果になります。えー、オランダが ここは勝ってですね、ベスト8進出を決めるという結果になっております。えー、ちょっと声の調子が戻ってなくてね、聞き取りづらかったらすいません。えー、続きまして、アルゼンチン対イングランド、ここですよね、えー、サッカー好きな方はね、もうお馴染みだと思いますけど、このアルゼンチン対イングランドというカードは、まあ因縁の対戦といいますか、まあよく当たるんで、ワールドカップでもよく当たるんですけど、因縁の組み合わせになっておりまして、86年。 あのアルゼンチンが優勝した大会ですね、マラドーナが5人抜きをした相手でもありますし、ということは、えー、神の手ゴールというね、えー、手で入れたというマラドーナのゴールもあるんですが、そのゴールが生まれたのもイングランド戦であります、まあ、イングランドからしたらあれハンドじゃないかということになるのはもちろんのことなんですが、えー、そういった因縁もあるこの試合なんですが、えー、ここではですね、イングランドのマイケル・オーウェンという18歳のストライカーがですね、スーパーゴールを決めます、えー、ベッカムからのパスをですね、 トラップしまして、そのままドリブルに入りまして、1人、2人とかわして、ですね、シュートを決めるというスーパーゴール、この大会ではナンバーワンゴールじゃないでしょうかね、そういったゴールを決めて、イングランドも良かったんですが、ここでね、1つ事件が起きてしまいます、シメオネというね、今ではもう超名称、世界的名称になってるんですが、アルゼンチンにシメオネという選手がいまして、まあしつこい感じでマークするえプレーを得意としている選手だったんですが、 その守備にちょっとイライラしてしまったベッカムがですね、えー、ファウルされた後に、まあ、報復行為というか、足をドーンとちょっと上げてね、えー、蹴ってしまうというファウルをしてしまいまして、ベッカムはここで退場、レッドカードということになりまして、10、えー、になってしまったイングランドはですね、結局、えー、勝ち越すことができず、PK 戦の末、アルゼンチンの勝利ということになってしまいました。えーまあ、この行為でですね、ベッカムは、まあ、若さが出たといえばそれまでなんですが、 イングランド国内から、えー、批判の、批判をさらされてしまうということになってしまいます。まあそれを後に晴らすということにもなるんですが、えー、ここはアルゼンチンの勝利ということになりました、えー。続いて反対側行きまして、イタリア対ノルウェー。この試合はですね、えー、イタリアが勝ちます。えー、ロベルト・バッチをこの動画でもよく話しているロベルト・バッチオは出なかったんですが、えー、ビエリというね、えー、重戦車、まさに重戦車のような えー、パワー系のストライカーがいまして、ビエリのゴールもあって、イタリアが勝利を収めております。続いて、開催国フランス対パラグアイ。これも熱戦になりましたね。えー、パラグアイにはチラベルトというね、えー、名ゴールキーパー、フリーキックも蹴ったりする変わり種でもあるんですが、えー、チラベルトを中心に堅い守備を築きまして、フランスの猛攻に耐え続けてですね、えー、延長戦に突入します。そして延長戦でですね、当時、えー、ゴールデンゴールという 方式があって延長戦に入ったら先に1点を取った段階でそのチームの勝利というルールがありましたえー、これはですね J リーグもかつては、えー、リーグ戦なんですが延長戦がありまして延長戦で先に決めたチームが勝利という V ゴールという方式がありました多分それが最初というかそこから広がってったんじゃないですかねまあ、日本はね野球が こうおなじみのスポーツですからちょっとさようならに近いような感覚ですかね、えー、延長戦でゴールを決めたらその場で試合終了というシステムこのワールドカップでも採用されておりましてそのゴールデンゴールの第1号として、えー、フランスが延長戦にゴールを決めて勝利となりました、えー、そのゴールデンゴールはですね、えー、後にシルバーゴールシステムとかいろいろありましたが今はもう全く採用されておりませんね延長戦になっても延長戦15分ハーフ 終えるまで点、えー、が相手ても続くというシステムになってますがこの時はゴールデンゴールでフランスが勝利を収めております、えー、続きましてドイツ、メキシコ、えー、この試合はですねメキシコもかなりチャンスはあったんですが決めきれない場面もありましてドイツが勝利となりました、えー、さあ続いてルーマニア対クロアチアこの試合はですね えー、シュケルが PK を決めまして、えー、クロアチアの勝利となりました、えー、クロアチアはです、ね、旧ユーゴスラビアから独立した国ですがベスト8まで初出場でベスト8まで進出するという快、えー、進撃を続けております続きまして、えー、ブラジル対デンマークなんですが、えー、デンマークもねさっき言った通りラウドルップ兄弟の活躍なんかでかなり追いすがったんですが、えー、3対2でブラジルが勝利となりました、えー、リバウドの2ゴールがありましたね、えー、デンマークも ベスト8、うん、十分の成績だったんじゃないでしょうか。えー、続きまして、オランダ対アルゼンチン。ここもね、えー、このフランスワールドカップの中ではかなり名試合に、えー、数えられる試合なんですが、えー、アルゼンチンはですね、当時、まあ、ツートップにバ,バティストゥータと、えー、クラディオ・ロペスというツートップがいまして、その下にオルテガというね、えー、10番を背負ったトップ下の選手がいたんですが、ドリブルが非常に得意な、そのオ,ラオルテガという選手がいたんですが、 えー、さっきのベッカムじゃないですが、オルテガもですね、ちょっとイライラしてしまいまして、えー、なんとオランダのゴールキーパーに頭突きをしてしまうというね、えー、やってはならない行為をして、レッドカードで退場ということになってしまいまして、えー、その直後ですね、オランダのベルカンプがスーパーゴールを決めてですね、こ,こオランダの勝利となりました、えー、オルテガもね、あそこで退場しなければというようなところであったんですが、ここはオランダが勝利で、ベスト4に駒を進めました。 続きましてイタリア対フランスここもね、名試合ですよね、えー、ま好、あ、カードなんですが、えー、優勝経験の多いイタリアと開催国フランスという対戦になったんですが、えー、この試合、ですね0対0で試合が進んできまして後半途中からロベルト・バッチョがついに登場してですね期待を背負った中で登場してですねかなり惜しいシュートも放つんですがスーパーボレーを打ってですねまさにロベルト・バッチョというようなプレーを見せるんですが ゴールを決められず PK 戦にもつれ込むことになりました、えー、その PK 戦の1本目です1本目をですね、えー、前回大会で外しているロベルト・バッチョが蹴ってしっかり決めるんですがその後の選手が外してしまってですね、えー、フランスの勝利ということになりました、えー、ロベルト・バッチョはですねワールドカップに3大会出てるんですが3大会とも PK 戦で敗れるという、えー、ことになってしまいましたね PK 戦に対してちょっと運がないといった感じでしょうかさあそしてドイツ対クロアチア の試合なんですが、えー、まあ優勝経験も多いドイツなのでここはドイツユルトも生まれてたんですがなんと3対0でクロアチアが勝利となります、えー、前回大会からそうだったんですがドイツはやはり選手の高齢化も進んできてちょっとえ選手の家代わり過渡期といったところもありましてこの辺で限界が見えたかなという感じであります逆にクロアチアは発出場ながらベスト4まで駒を進めております、えー、またシュケルがゴールを決めておりますさあ いよいよベスト4なんですが、えー、ブラジル対オランダここも名試合になりましたね、えー、ブラジルのロナウドがゴールを決めましてブラジルが勝利かと思いきや終了間際にオランダのクライファートが同点ゴールを決めてこの試合も PK 戦になりますその PK の末、えー、ブラジルのゴールキーパーが止めてですねブラジルの勝利となります、えー、そう思えば、えー、ブラジルは PK 戦にも強いですね、えー、それも大事な要素だと思いますオランダは残念ながらベスト4で敗退となってしまいました さあ続いてフランス対クロアチアなんですが、えー、この試合もですねシュケルがゴールをましてクロアチアが先制します、えー、シュケルはですねこの大会の得点王となっております、えー、このクロアチアが試合を有利に進めるかと思ったんですがその直後にですね、えー、クロアチアの中心選手10番を背負っているボバンというね、えー、中盤の選手がいたんですがそのボバン選手の珍しくミスからですね、えー、フランスのフランスのですねティラムという ディフェンダーの選手がゴールを決めまして同点に追いつきその直後にもトゥラムがもう1点決めましてディフェンスの選手なんですが2ゴールを奪って逆転してですねフランスが決勝に駒を進めました、えー、クロアチアの快進撃もここで終了ということになりましたさあということで決勝は前回大会優勝のブラジル対、えー、開催国のフランスというカードになりまして、えー、ブラジルの連覇なるかといったところだったんですがブラジルはですねここまでチームを引っ張ってきたロナウド なんですが、なんと、この試合の当日にですね、倒れているところを発見されるという、まあいろんな諸説あるんですが、えー、とにかく体調不良でですね、えー、倒れているというような状況でして、まあちょっといろんな謎があって、詳しくはよくわかんないんですけど、えー、試合出場も危ぶまれたんですが、なんとか強行出場を果たします。果たしますが、やはり、えー、これまでのコンディションとは大きく違ってですね、制裁を欠く羽目になってしまいます。逆にブラジルはですね、あ、ブラジル、すみません、フランスはですね、ジダン を中心にですね、攻撃を組み立てますして、えー、コーナーキックからジダンのゴールで先制して、その後さらにジダンがもう一ゴール決めて追加点を奪って、終了間際にもプティという選手が決めてですね、3対0で、えー、フランスが優勝ということになりました。えー、開催国のフランスがですね、ワールドカップ初優勝を決めたという大会になっております。えー、この結果ですね、まあ、フランスは前回の動画でも言った通り、 移民,のこと移民の子たちをねた,い、えー、たくさん起用して最初は国歌も歌えないようなチームだと揶揄されてましたが、えー、優勝してですね一躍みんな、えー、国民の英雄になりましてあのシャンゼルズで通りですかねあそこでよどし国歌を歌ってパレードするというね、えー、結末を迎えましたまあその後ね、えー、フランスは示談を中心にですねまだまだ強い時代を築いていくという一つのきっかけとなった大会でございました えー、日本代表が初めて出た大会でもありますし、僕は非常に好きな大会でもありましたし、ちょっと本当はね、いろいろもっと詳しく話したいところもあったんですけど、またおいおい、えー、僕の好きな選手とかについてはですね、別の動画で話していきたいと思います。はい、えー、ちょっと聞き取りづらかったら申し訳ございません、えー。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。